はい、こんにちは、日本応援トラベラーチャンネルということでお送りします。応援ソムリエ H9 プラスです。今日はこちら浅草浅草寺です。はい、ということで、今日ものすごい青空、そして朝から人、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 もう日本のザ観光地浅草浅草寺に来てます。なんかなんだろう、スケッチ、遠足、子供たちもめっちゃいるし、そして外国の方も、スカイツリーも見えますね。スカイツリーていうか、このやばいですよ、このわらじでかということで、ザ日本の観光地浅草から今日はお送りします。まあとにかく、まあ、天気関係なくいつも多いですけど、今日は特に天気も良くてポカポカ陽気なんで、もう仲見世10時オープンですが、もうすでにこの人だかり、いやすごいです。スカイツリーも鮮やかです。まあ、外国の方が多いですよね。やっぱ中国、韓国、台湾、まあ、あとヨーロッパの方もいますけども、いやすごいです。ということでね、ちょっとまた後でゆっくりやりますけども、今日は浅草からお送りしております。第3回になるのかな、日本応援トラベラーチャンネル。まあ浅草に関しても応援は必要ないですね。これ浅草に応援してもらわなきゃいけないですね。これとにかくすごい人です。これ経済効果1日どれくらいなんですかね。もうとにかくエネルギーが半端ないです。ものすごいです。まあ、こういうとこ来るとね、英語喋れたらいいなと思いますね、いつもね。この喋れない自分が寂しいですね。 Nice to meet you とか言っとけばいい。Good morning。 いや話しかけたいですね。来年の目標は英語を喋れるようになることです。ということで、ちょっとブラッとしたいと思いますので、またお送りします。ではでは。